ばんは、遅くなってすいません。1時間遅く変更しました、すいません。こんにちは、1時間遅く変更しましてすいません。学校の用事がちょっと長くなっちゃいまして、こんにちは、ありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。ファイト、こんにちは、ありがとうございます。そう、赤にしました。この服をこの髪型で着たかったんですよね。ちょっと今日はギャルでガーリー封印で、今日はこの髪型とこの服を着たかったんですよ。赤です。タツさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。佐伯ちゃんからありがとうございます。ガーリーユチミンを封印しまして、ギャルユチミンです。今日は負けだいぶ取れたけど学校行ってました。学校でちょっと用事してたの長くなっちゃって1時間遅くなってすいません。ありがとうございます。暑っ、今日めっちゃ暑いですね。もう外出たらやばいぐらい暑くてびっくりしちゃいました。もう皆さん気をつけてください。マジで暑かったよ、暑かったよみたいな暑かったよ。うか、みんなお越しさん、かわいい、ありがとうございます。アイスだけお仕事頑張ってね。そう、遅くなったからお仕事の方になっちゃったかもわかんないんだけど、食べて、ありがとう、食べるありがとうございます。玉木さん、だるま、ありがとうございます、ありがとうございます。お仕事の合間に、はい、ありがとうございます。ギャルミン、よきギャルミンです鏡忘れちゃった、ちょっと鏡撮ってきます。あ、これハーフアップなんですよ、実は。ポニーテールね、これぐらいの量が一番可愛いんだけど、こんな少なくなくてここにもあります次11時、次の17時は変わらずできるので変わらず17時にやります。この配信は喋りながらメイクしたいと思います。珍しいよね髪の毛に続き珍しくちょっとアイドル女子っぽく配信します。まあ30分で終わらない気がするけど。次郎さん、かき氷ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。お、明日当選した、おめでとう。よしみコール任せろ、ぜひお願いします。よしみコールと青トレンジャーペンライトお願いします。あ、みんなメイクしてんだ面白い、昼にメイクね、今日に朝メイクしてた。お、昼飯食べましたか皆さん、お昼ご飯。私はそうめん、そうめん担々麺で食べました。そうめん担々麺、そうめん担々麺食べました。めっちゃ思った以上に辛かったけど美味しかった。あと大好きな M の M、 違う M のオニオンリング推しの有姿、あ、今日公園に行かれてるのかな。石川からはるばる、そうなんだ、暑い、空石川より暑いわ。てつくん、ありがとうございます。かき氷少し遅れた、いやいやいや、ありがとうございます。全然時間遅くなっちゃったのに、ありがとうございます、来てくださって。28日と30日の公演お待ちしてます。
30日の当落出ましたか。あ、カウントカウントありがとうございます。しんとさん、あ、そっか、今日始球式だ、言ってたね、昨日の公演の MC で言ってた千尋さんが言ってた、すごいね。ドラマ100個、玉木さんありがとうございます。だるまフルコース投げに来ました、ありがとうございます。セットして直してくださってみなさん、お昼ご飯食べましたか。私は そうめん担々麺とオニオンリングと生ハムサラダ食べました。おいこすもあったけどお腹いっぱいだったのでちょっと諦めました。やばい、なんかやばい。おお、休みたまこってけど、よかったですね。それは推しのかっこいい姿みたい。何、こんにちは、ありがとうございます。あ、30日の登録まだなのね。そうなの、夕方かなりますように。17時から次は配信します。その後20時半か、20時半ができないかも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 なのでそう、17時がもしかしたら最終枠になるかもです。大人っぽい感じね。わさび大福さん13ありがとうございます。赤もいいですか、よかった。そう、今日はギャルいですすいません、夕方今日めっちゃ暑い、もう本当にびっくりした。外久しぶりってわけじゃなかったけど、でもめっちゃ暑くてやばいね。もう8月をさ、お迎えできないぐらい暑い。お迎えできないぐらい暑い。熊つぶしまーす。熱風ね、なんか熱風が吹いてるんだよね外。そうそうそう、風じゃなくってなんか熱風が吹いてくるよね外が吹いてね、わかる。もうめっちゃ暑いし、湿気っていうのか、なんかすごいムシムシしてるし、ココイチ一から食べてる。あ、そうなの、ココイチ一から。私 YNN の時何からなんだったろう、あれすごい、すぐ劇場のさ近くのココイチで私が撮ってる間に出来立てをと思って買ってきてくれたみたいで、あの、そうそう、出来立てのココイチだったんだけど、何からだったのかなあれ。でも一からパパと食べたことあるけど、もっと軽かったから YNN の時は3からぐらいだったもん。一からはパパと一回食べたことある。
3分が限界。いやー、私日傘さしても暑かったもんね。トリコ坊主さん、レインボーしてありがとうございます。あー、セミありがとうございます。ミオンさんからセミありがとうございます。ありがとうございます。トリコ坊主さん、レインボーしてありがとうございます。熱風わかるね、熱風だよあれ。12月すげえ、なんでなんで逆だ、12月下がっていくよ気温。福士さん、もうないね、これないわ、出てこない。みさちゃんがさゆきちゃんルームにコメントした初見だった。そうなんや。サウナ状態、うわー暑い。いやね、暑い。次17時からです。はい、はい、17時から40分の予定です。はい、フニーさん、かき氷ありがとうございます。お、佐伯ちゃんにしなきゃ。食べて、全然全然全然ありがとうございます。本当にかき氷とアイスの季節だよね。そちらもこのアイスの。でもこれいらないってことかな。え、あ、そう？行って、もう昨日さ、もう重いけど、もう多分今からちょっとさ。ここに入ってのを置いていくってこと？そのに？あ、ミール後で。急ぎます。いつもメイクに1時間ぐらい、どんだけ急いでも1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。うん、もうセットしたよ。なんかわかんないけど絶対1時間かかっちゃうんだよねみんなメイクって、ヨシミンの清涼感ある。清涼感、涼しくできるかな私吹き飛ばしてくれるそうかな。ここはあれだね、ギャグを言わなきゃ。そららさん、ハートありがとうございます。小次郎さん、かき氷ありがとうございます。みんなメイクしてるっていう、メイクしがち。ハンディさん、ソフトクリームありがとうございます。もうパウダーしました。うわ、つったソフトクリーム食べたい。ソフトクリーム、プライオリティ、誰だろう。いないな、でもプライオリティっぽい人いないけど、佐伯ちゃんとかかな、歌うまいから誰だろう、佐伯ちゃんっぽいかも。ラッコさん、かき氷ありがとうございます。お、鳥若し、マナミン、マナミン、マナミンな、マナミンって中華で言うと女の子側のイメージだけど、男目線ってなかなか
でもぽいかな。どちらかというとかっこいい系だよね。シエロコマーシャル無理ですでもガラスナイラビューとか言ってたから最近は可愛い系なのかな。マナミあーテンナじゃん。確かにそれだわ。イケメンだもんね。顔綺麗だし顔綺麗だしみたいな。やっぱ暑い暑いね。家の中まで暑い。何それ、アームカバー。エイティさんソフトクリームありがとうございます。外はね、外も暑い。熱風とともに熱中症気をつけてくださいね。明日の公演も皆さん、私も熱中症気をつけなきゃだ。久しぶりだし、そろそろエアコン入れてほしいね。劇場のも暑い時は皆さん内輪で内輪で仰いでくださいね。ね、今一番暑い、なんか西が一番暑いらしいですね。なんか照り返しとかの関係で。あー、涙の表面張力やりたいんですよ私。いつかギリギリやりたいんですよね。めっちゃ言ってみたい、あの曲ギリギリ。表面張力。どうだったっけ、うん、表面張力。表面張力だよ。ガラッと変わりますよねイメージ。そう、今日はギャルです。ギャルギャル。エアコン夜勤明けで明日。わあ、ありがとうございます。倒れないようにお気をつけて。ありがとうございます。ぜひぜひヨシミンコール待ってます。フルコースマッコンさんありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。さしゆきさんはじめまして、ありがとうございます。赤あんま着ない、そう赤あんま着ない。2つしか持ってないんですよ。あと白とか茶色なんですけど、今日はねちょっとギャルにしたかったので赤を着てみました。そう、フリフリもないし、今日珍しくフリフリない。フリフリ封印。30分。うん、うん、40分だ。40分でした。今日も夏休み中にメイクの練習したいんですんだよ私。メイクの練習だからアイシャドウパレットもう一個買おうと思ってるんですよね。オレンジしか今持ってないからさ、ね、レイニャとかさゆきちゃんに教えてもらいたいの。ミソニアコハウスの上手だったよね。すごい。でも研究すらまだしてないからさ、研究から始めてみようかな。あのここをこうするとこう見えるからこうしてるみたいな、みそらちゃん言ってて、ああとすごい研究と。あ、メイクをこう交換するってこと？いいね。みそらちゃんと姉は割と近いけど、さゆきちゃんは結構違うよね。ミサちゃんも違うけど、割とあのどっちかというと近いっちゃ近い。さゆきちゃんはこういう服が多い気がする。赤は着てないけど。
洋服変えたなんかイメージね。ね。がいっぱいありそうで面白い。お、日曜日応募してる。ありがとうございます。当たるといいな。当たりますように。いただきます。やすさん、ありがとうございます。食べて。そう、フリフリ大好きマンだから、フリフリ。そう、メイクイメージ、メイクしてるイメージもないよね、私。全然メイクしないから、メイクのイメージもないですよね。かわいい。こんにちは、ありがとうございます。ごきげんよう。あおいぼいさん、とうとい、ありがとうございます。金吉さん、フルセットしてくださってありがとうございます。フルありがとう、セットしてくださって。キンキンさん、ソフトもアイスも、じゃあかき氷もありがとうございます。そう、かき氷の音はママがかき氷作ってるの。めっちゃ可愛いのこれ。麻雀やってないです。なんで麻雀？あの、なんでしてるの？そういうの一般常識やね。あ、そうなんだ。夏休み中にブラシ洗いたいと思ってるんですよね。あ、え、え、なに、バターって何？アイスから来た。バター乗ってなかったの。俺メロンでって、はい、ママミンさん、俺メロンで。すいません、あの店主の気まぐれかき氷なんでブルーハワイしかない。気まぐれかき氷、ブルーハワイのみでした。残念。変わりました？これ変わったかな？いちごは、あ、いちごなんや。私ブルーハワイとレモンが好きです。じゃあちょっと挟みます。おやつ、さっきご飯食べたとこなんですけどね、私。ありがとう、来てくれて。そう、進化中、進化したいですね。なんかメイクのエフ、おお。そこにカラスプレー入れたんですか？なんか今日めっちゃキンってくる。なんでだ。デコデコさん、レインボースありがとうございますね。これブルーハワイもうめっちゃ合ってるよね。スライムくんを食べてるみたい。はぁはぁ、食べる、来た、ありがとう。何の来た。
口だけ、いやいや、ありがとうございます、プチコース、ありがとうございます、一瞬ありがとうございます。キーン来たか。かわいいですか。かき氷食べたくなってた。食べよう。以上みたいな。食べよう。食べよう。一言。食べよう。もうそれは。知覚過敏じゃないんですけど、なんか今日はめっちゃキーン来た。スプーンが、これ銀のやつだからかな。かき氷って美味しいよね。ママと話してたんですけど、お屋台とかこれ100円とか150円って安く見えて意外と高いよねって話を、ほとんど利益じゃないですかねっていう話をしてたんですよ。氷だって0円じゃないですか、まあ、かき氷の機械と蜜代ぐらいだと1つ100円だったら利益の方が大きいんじゃないかなっていう話を。パパとどっかにひっそりするわ。でもそう考えるとさ、お店の、本物のお店のかき氷やってさ、1000円ぐらいするじゃないですか、1500円とか。この前、ゆかたんとほんまかき氷食べに行こうと話してたんですけど、その食べに行こうしてさ、何時代やっていうお店のかき氷がさ、150円ぐらいだったんですよ。じゃあ、1050円、1100円ぐらいだったんですけど。ね、え、お茶薄まるやん。ブルーハワイです。プライス、美味しさか。なるほどね。値段ね。いいやつは、あ、氷もいいやつ。高い氷。あ、氷から、氷からいいやつなんだ。ああ、空気が入らないようにみたいな感じなのかな。トラさんのお礼ありがとうございます。やったい。なるほどね、高そうに見えて本当は原価めっちゃ安いから、めっちゃ稼げるから屋台にするところが多いんだ、あのお祭りとか。なるほど、お祭りといえばタコせんだよね、やっぱり。ゆらしてます。もう松葉に2ヶ月行ってません。なんか行くタイミング見失って行けてません。最近空気清ね、マスパーが流行ってます。続々とみんな行ってる。あの結成っていうか空気清ができてすぐも流行ってたんだけど、最近また流行ってる。ふわふわだからできるんだ。へえ。ふわふわってどうしたらできるんだろう。家では難しいよね、きっと。私でもメイクあんましないから。出た。タコせん。たこ焼きがやっぱ好きだけど、屋台となるとたこせんが好きなんですよね。
一人で食べてもいいし、友達とさ、あの片側ずつから食べて最後ぐちゃぐちゃになるのも楽しいじゃないですか。コスプレのためにマツパ行ってないんだ。どういうこと？コスプレでまつげ使うの？まつげもコスプレってこと？あげないやつがコスプレだったりするのかな？あー、でまつげね。てかコスプレするんだ、知らなかった。ソフトクリーム、違う、バニラアイス。コラボってます。ですよね。私もあれね、なんかメイク用品持ってることがなんかちょっと違和感。そんなに数は多くないけどね。いいでしょ。でも本当に多い人はアイシャドウだけで茶色系、金系、青系、ピンク系みたいな何本も持ってるよね、でももう高校生なんよね。ピンクハロー買おうよ。自分のお金で買うけど、ピンクパレット。フニーさん、3周セットしてくださってありがとうございます。フルコースにゃんにゃん、ありがとうございます。セットわ、お昼にたこ焼き、いいねいいねわ、なんか食べたい。もう最近食べてないね。少し溶けた氷で作るといいんだって。へえ、そうなんだ。ゆりこじさん、ソフトクリームありがとうございます。お昼ご飯はあの担々麺、そうめんの担々麺と生ハムサラダとオニオンリング食べましたよしみんはコスプレ、お話し会の時のコスプレとかそういうのガチのは やらないな。ガチの眉毛から変えるとかそういう系はやったことないかも。この前あやなみれいのやつやろうって言っとってね。つけまつげってマツパしてたらできないの？あ、カールが合わないってこと？そうなんだろうね。ね、つけまつげしたことないや。なんか持ってるけどやってないね。無言になっちゃうまつげですまつげですメイクさんが綺麗にしてくれはるやん。そう、聞いたんじゃないか。結局唯一のメイクさんに昨日とかも綺麗にしてくれてはったの。やってますっていう感じじゃなくてね。だから私自分のメイクよりメイクさんのメイクが一番いいんですよ。私マツパ、いつでいつまでもマツパ。私マ、ああ、でもまずは何かと思った。こんにちは、ありがとうございます。ヒゲジーしんちゃん先生、うわ、ピザいいね。ピザ私去年の一昨年だっけ、一昨年のクリスマス会を友達の家でやった以来食べてないです。そんな、お
ことはないわ。いや、食べてないよ。そのたまに出てくる私は何々以来何々したことがない9割5分そうです。だってピザそれ以来食べてないよ。あ、家で作ったやつは食べたけど、食べてます、ね、出前のピザは食べてない。え、本当に食べてないよ出前のピザ。それぐらいしか自分で作った。この前さ、あの配信でちょうど2月か3 2月末ぐらいに、そんなに暑いな、違うや、3月末ぐらいに作った、うん、で出前は食べてないよ。どれんなクリスマス以来。ジスとか持ってきてくれはるの。何ジス。ホラー映像が流れてます。ちょっとほんまにね、ちょっとほんまにそんなに見せられても困ると思う。アイラインが引きました。アイラインが一番変わると思うな。ではまだメイク3分の1ですが終わりたいと思います。うんうん、じゃあメイクを終わりたいと思う。そんな焦らなくてもいいね。いやー、みひろさんかわいい、ありがとうございます。リラッコちゃんさん、はじめまして、ありがとうございます。ピッツァピッツァね、ピザじゃなくて。こんにちは。ピザいいねー、いいねいいね。月1くらいでピザの日、いいねいいね。夏は夏いいね。違和感ないね。リュウさんカウントありがとうございます。あるね、ピザ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 。肘何なんて笑ってんの。おじいちゃんにやってもらったらピザピザピザ膝膝って言ってるおじいちゃんデコって言ったの言うわ。では男女みキンキンさん、ありがとうございます。7位、トラさん、ありがとうございます。
6位トリコ坊主さん、ありがとうございます。5位タマキンさん、ありがとうございます。4位ウラメさん、ありがとうございます。そして3位はヤスさんでした。イエーイ、ありがとうございます。そして2位はルギヤマブニオさんでした。イエーイ、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はウーカミンの白石さんでした。イエーイ、ありがとうございます。皆さんも聞かせてありがとうございました。ルルルルル、あ、聞こえた、ありがとうございます。感じがない方も本当にありがとうございました。次は17時からで、20時半からも出演する予定です。のでよろしくお願いします。これ時間通りに終わってる形。でも最後ができるかどうかわかんない。ああ、そういうことか。あ、なるほどね、うん、ということで終わりたいと思います。次の配信は17時から。来てくださったら嬉しいです。次の配信も来てくれるかな。それではまたねー。